IBMDB2、IBMDB2 IBM、IBM で EB2 は1983年より IBM が開発、販売するデータベース管理システムの一つであり、および当製品を中心としたデータ管理ソフトウェア群のブランド名。旧称は IBMDB2、IBM データベース2など、DB2 は関係データベースだが2001年以降は、 オブジェクトデータベース機能や XML データベース機能なども持つ。DB2 ファミリーは IBM のソフトウェアブランドの一つである IBM インフォメーションマネージメントソフトウェアを構成する。データベース言語である SQL を初めて採用した関係データベース管理システムと言われている。Linux、Unix 及び Windows 向けの IBM d b 2 for Linux、 Unix and Windows ZOS 向けの IBM DB に 4ZOS Z ファシアおよび ZVM 向けの IBM DB にサーバー 4Fascia and VM IBM I 向けの IBM DB にサーバー 4I がある。IBM I、かつての OS400I 5 OS には標準でインストールされている。DB には IBM の関係データベース用のミドルウェアである。1981年にメインフレームの DOS、f a s i a 及び VM、CMS 用の SQL、DS が登場し、1983年の MVS 用が DB2 と名付けられ、1990年代にユニックス版や Windows 版などが追加され、さらにオブジェクト管理データベースを兼ねたオードビエム s となった。 IBM は関係データベースの概念を世界で初めて提唱したが、製品の出荷はオラクルが先となった。特徴としては、大規模なデータベースを支える、信頼性とスケーラビリティ、コストベースの紹介最適化、メインフレーム用からパーソナルコンピュータ用まで、マルチプラットフォーム対応などが挙げられる。なお、IBM のデータベース関連のソフトウェアブランド名も、 従来は DB2 で多数の製品群で DB2 ファミリーを形成した。しかし2001年の IBM によるインフォーミックス買収後はソフトウェアブランド名は徐々にインフォーメーションマネージメントソフトウェアに変更され DB2 ファミリーやインフォーミックスファミリーはその中の製品群となった。DB2 データベース2との名称は1983年に メインフレーム用の RDBMS として発表された際に従来の階層型データモデルのデータベース管理システム DBMS-IMS-DL-I などとの対比で与えられた。バージョン7.8では DB にユニバーサルデータベース DB に DOB と称したがバージョン9では DOB の名称は消えた。2017年6月 DB2 にリブランドした。 プラットフォームのアーキテクチャに応じて以下の製品構成に対別される実際の製品名ではこれらにバージョンやエディションを組み合わせる DB2 は長い歴史を持つソフトウェアである一部の人々は DB2 がデータベース言語 SQL を初めて採用した関係データベース管理システム RDBMS の製品だと考えている1980年に IBM は システム38、現在のシステム I というコンピュータシステムをリリースした。システム38では、そのシステムの中核部分に RDBMS の機能を統合していた。1981年に IBM は SQL-DS という RDBMS 製品をリリースし、1983年には DB にデータベース2をリリースした。SQL-DS と DB2 は IBM のメインフレームで動く RDBMS であった。IBM が RDBM を製品化する以前には IBM で1970年代に研究目的で開発された RDBMS であるシステム R があった。SQL DS と DB2 は IBM に勤めていたエドガー・エフ・ポッド博士が1969年に 論論、文で発表した関関係係デデーータベースの理論関係モデルと、システム R が基礎となっている。システム R は IBM のサンロゼ研究所で1970年代に行われた関係モデルをソフトウェアとして実装するプロジェクトであった。システム R で c o トは関係データベースを扱う言語を必要とした。c o トはこのためにデータベース言語を設計し、アルファーという名前を付けた。 IBM はこの時、コットが考案した関係データベースの理論に秘められた可能性を軽視していた。そのため IBM は関係データベースを実装するためのプログラマのチームをコットに預けたが、このプログラマたちはもともとコットの管理下にいた人々ではなかった。このプログラマたちは関係モデルのいくつかの重要な構成要素を曲解してしまった。こうして混乱はあったものの、システム、 R プロジェクトは成功し、RDBMS が実用化できることが示された。システム R の成果の一つが、データベース言語 C キルである。COT のアルファーとは別の言語。C キルは、ストラクチャードイングリッシュクイリーランゲージを略した故障である。しかし、C キルという名称は、当時すでに別の会社が登録商標としていた。そのため IBM は、 ストラクチャードクエリーランゲージの短い故障として頭文字を取って SQL という名称に変え現在に至っているデータベースの歴史においてはインフォーミックスが自社の関係データベース管理システムインフォーミックスのエンジンをオブジェクト関係データベース管理システムのエンジンに改良した時のことが特筆されインフォーミックスユニバーサルサーバー,ーはーの データベースエンジンの改良をイラストラを買収してイラストラのユニバーサルサーバーの技術を導入することによっていった。インフォーミックスの動きを見てオラクルと IBM も追随した。両者はそれぞれのデータベースエンジンを改良しオブジェクト思考関係データベース管理システムの機能を拡張機能として実装した。この時 IBM は DB の DB2 ユニバーサルデータベース d b 2ドブという名称にしている。2001年に IBM はインフォーミックスを買収した。その後、IBM はインフォーミックスの技術を DB2 の製品群に導入している。現在 DB2 は技術的にはオブジェクト関係データベース管理システム o d b ム s として位置づけられる。長い間 DB2 は IBM の汎用コンピュータシステム370やシステム 390AS400 などのプラットフォームの上でしか動かなかった。戦術したように IBM のコンピュータシステム38あとの AS400 現在のシステム I ではそのシステムの中核部分に RDBMS の機能を統合していた。この RDBMS の機能には当初は 名前は付けられていなかったが、1994年に DB2-400 と名付けられた。DB2-400 は DB2 ソフトウェア群の一つと位置付けられている。DB2-400 は現在では d b 2 for IBM-i という名称で呼ばれることが多い。1990年代に IBM は DB2 を他のプラットフォームに移植し、DB2 はユニックス。 Windows サーバ、Linux, Linux On IBM System Z も含む各社の携帯情報端末 PDA でも動くようになった。DB2 の実装の細部は一部 IBM DL, I と IBM IMS という階層型データベースが元になっている。IBM が近年開発した汎用コンピュータシステム Z の OS である Z、f a s i a や Z、VM で動作する DB2 のバージョンも 利用することができるようになっている。少し前の DB2 のバージョンは、OS に向けにも提供されていた。主なバージョンのリリース年月、GA、ゼネラルアベイラブルは以下である。以下の他に、DB2 サーバー4ファシア &VM と、d b 2 for i IBMi の機能として提供が存在する。DBB ユニバーサルデータベース、DB2DOV は、いくつかのライセンス形態。 エディションで提供されている。汎用コンピュータにおけるデータベース機能のないエディションでは、ユーザーは自分たちが必要としないデータベース機能のために金銭を支払う必要がない。他のエディションとして、ワークグループ、ワークグループアンリミテッド、エンタープライズサーバの各エディションが提供されている。ハイエンドのエディションは、DB にドブデータウェアハウスエンタープライズエディション、デュアである。 このエディション DUA はオンライントランザクション処理 ORUP とビジネスインテリジェンス B の複合したワークロードを対象としたものでありビジネスインテリジェンスの機能を実装している DUA ではいくつかのビジネスインテリジェンスの機能データウェアハウスイートルデータマイニングオラップ拡張インライン分析が提供される ZOS 向けの DB2DB2 システム Z は ZOS プラットフォームに固有のライセンス形態で利用することができる。ZOS は IBM のメインフレームシステム390の後継機種であるシストムズの OS である。d b 2ドブのバージョン8以降、IBM は ZOS 上で DB2 を利用できるようにしている。DB24 システム Z は ZOS 以外のプラットフォームの DB2 との関係が より密接になっている。それまでは、例えばデータベース言語 SQL の文法が異なるなど大きな違いがいくつかあった。d b 2方システム Z はいくつかの高度な機能を備えている。その中でも特筆すべき機能は、マルチレベルセキュリティ、MLS。非常に大きな容量のテーブル、ハードウェアの機能を利用したデータ圧縮である。このような高度な機能は、ZOS が提供する。 優れた環境とユーザーからの要望によって実現された。d b 2本システム Z はその第1級のオンライントランザクション処理、オルップ性能と処理能力によって人々に認知されていた。しかし現在 d b 2本システム Z はマテリアライズ紹介表、MQT の導入などビジネスインテリジェンスの機能も備えつつある。 オラクルの CEO のラリー・エリソンは2003年10月に並列シスプレックスを用いた DB2W4ZOS、現在の DB24 システム Z に言及してオラクルデータベースと競い合う唯一のデータベースであり尊敬と称賛に値すると論評したことが広く報道された DB2 はオラクルのオラクルデータベース SAP の SAP 花と激しいトップシェア争いをしている。DB2 の主要な市場はメインフレーム、オフィスコンピュータの領域であったが、1990年代以降はユニックス、パーソナルコンピュータ、PC 向けの DB2 もシェアを伸ばしている。2004年5月3日、IBM のデータベース開発と販売を統括するジャネット・パーナ、ジャネット・ペルナは IBM の主要な競争相手は、 高度なトランザクション処理においては、オラクルデータベースであり、意思決定支援、システム、データウェアハウスなどにおいては、NCR のテラダ出ると、見解を述べている。また、2010年に SAP より、インメモリーデータベース SAP HANA がリリースされてからは、従来機関系システムや、情報系システムに、DB2 や、オラクルデータベースを採用していた号が、 SAP HANA に移行する事例も相次いで出てきており2016年現在大企業向けのデータベース管理システム市場は DB にオラクルデータベース SAP HANA の3大製品が占める構図になっている中小規模のデータベースにおいても DB には有力な存在であるが多くの競争相手が存在しているオラクルは大規模データベースと同様に中小規模のデータベースにおいても db2 と激しく争っている。オラクルデータベースのほか商用では、マイクロソフトのマイクロソフト SQL サーバーや、SAP サイペース、アダプティブサーバーエンタープライズ、オープンソースでは、ポストグレスコールやマスコールドが有力な存在である。zOS 向けの db2、db2 法システム z は、zOS プラットフォームにおいて、非常に強く、 正面から競合する相手はほとんど存在しないと言ってよいであろう。ZOS プラットフォームにおいては、オラクルが ZOS の顧客に Linux を NIBM システム、Z 向けのオラクルを採用するよう働きかけている。ただしオラクルを採用するケースでも顧客が DB2 を捨てるわけではないようである。また CA が同社のデータコムという関係データベースの Z、 OS 向けのバージョンで DB2 に挑戦している。データコムを採用するケースでもデータコムの顧客は多くの場合 DB2 を手放すわけではない。メインフレームでは DB2 法システム Z 以外には日本のメインフレーマー各社が自社開発した RDBMS が提供されている。IBM および DB2 はトランザクション処理性能評議会。 TPC のウェブサイトで公表されている TPCC ORUP と TPCH データウェアハウスのベンチマークにおいて業界の首位もしくは首位に近い性能を示す常連である DB にはオラクルデータベースと同じくデータベースを管理するためのユーザーインターフェース UI としてコマンドラインユーザーインターフェース CUI とグラフィカルユーザーインターフェース GUI の両方を提供している。DB2 のコマンドラインインターフェースを使う場合は、DB2 に関してのある程度の知識が必要であるが、管理作業のスクリプト化や自動化が簡単にできる。DB2 の GUI は、豊富なウィザードを使うことができ、まだ DB2 に習熟していない人にとって使いやすい。DB2 の GUI は、マルチプラットフォームの Java のアプリケーションソフトウェアである。 DB2 では非常に多くのプログラミング言語やプラットフォームに対応したアプリケーションプログラミングインターフェース API を利用することができる。主要なものでは Java, Net Framework の位 CLR, Ruby, Python, Perl, PHP, C, C, Lex, PLI, RPG, Cobol, Fortran などがある。DB2 ではまた エクリプスとビジュアルスタジオの統合開発環境、IDE に対しても DB の利用したソフトウェア開発を支援する機能を統合的に使えるようにしている。ジャネット・パーナ、ジャネット・ペルナは IBM ソフトウェアグループのインフォメーションマネジメント事業部で部長、ゼネラルマネージャーを務めていた。パーナは2005年7月に IBM を退職した。パーナの後はアンブシュゴヤール。 アマブージ・ーゴエルがその地位を引き継いだ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。